ありがとうございます。裁量可能な UI コンポーネントを利用したアプリ開発として、発表させていただきます。簡単に自己紹介ですが、田畑優です。すみません、濁らないです、はい。ウェルスナビ株式会社で iOS のアプリを開発しています。ウェルスナビは、このサービスですね、ロボアドバイザーのサービスを提供している会社になります。まあ、現在、今年の5月から現在のアプリの担当になったんですけれども、まあ、事業を伸ばす上で機能開発とか、いろんなことをしなくちゃいけないんですけれども、まあ、それと同時に技術的な課題がいくつかあって、まあ、この中で今回は UX 改善の対応っていうものに対しての、取り組みについて紹介したいと思います。まあ、アジェンダはこのようになっています。まあ、コンポーネント化の背景と、まあ、戦略、スタイルの実装、コンポーネントの実装という流れで発表していきます。ではまずはコンポーネント化の背景についてです。まあ、皆さんの開発現場でもそうだと思うんですけれども、まあ、アプリを開発してリリースして、終わりということは基本的にないと思っていて、まあ、事業を継続的に伸ばすために、アプリの機能の追加、また、アプリの機能の改善、 UX とか UI の改善とか、そういったものが必ず伴ってくると思います。まあ、ここに挙げている UI も弊社のアプリにのログインの画面なんですが、まあ、一番、左が、古い UI になっていて、まあ、この画面を改善しようということで、まあ、右の2つが、アプリの UI の案として上がったりしています。まあ、このように、まあ、ボタンのスタイルが変わったりとか、まあ、いろんなスタイルが変わったりすることはよくあることだと思っていて、まあ、開発途中にも、まあ、新たな気づきとかいうものがあって、仕様変更で UI が変わっていくというのは、まあ、よくある話かなと思います。このような状況だと結構問題が発生しやすいと思っていまして、まあ、実際に弊社のアプリで発生した課題ですと、まあ、単純な課題なんですけれども、まあ、テキストのサイズの指定が、異なっデザイナーさんが指定したものと異なってしまうとか、まあ、ストーリーボードで色の指定をしていると、まあ、16進数で指定していて、まあ、色の変更が途中であった場合とかに、まあ、その変更漏れがあったりとか、まあ、デザイナーさんは結構気づいたりするんですけど、まあ、エンジニアだとちょっとした色味の違いとかは気づきづらいかなと思います。また、複数の画面で同じような UI の実装が発生していて、まあ、コードの重複があってメンテしづらいような状況になったりとか、そういったことが、弊社のアプリでも発生していました。このような課題を感じていたときに、デザイナーさんが、あるチーム定例のときに、うちのチームではデザイナーさんが2人いまして、2人いるので、デザイナーチームのタスクとしてデザインシステムを構築しますというふうな発言がありました。でこのデザインシステムが何なのかというのを、調べてみると、デザインシステムというのは、あるプロダクトとかの UI とか UX を統一的にデザインするための、フレームワークシステムになっています。そうですね、まあ、あるプロダクトで、使うような色やスタイルとか、あとは、マージンとか要素間のマージンとか、そういったあらゆる約束ごとを定義して、そのものを用いてデザインすることで統一的な UI とか UX の提供をするというようなシステムになっています。まあ、実際にうちのチームでデザイナーさんが構築したデザインシステムですと、スタイルガイドが定義されていまして、カラーの隙間とかテキストのスタイル、またはボタンなどの UI コンポーネントが定義されていました。でこれについてはスケッチのライブラリ機能を活用して実現されていました。ここに例を挙げますと、このようにテキストのスタイルは12種類ありまして、まあ、上から大きくて一番下が小さい、一番下もほとんど見えないですけど、ディスプレイとかタイトル値とかいろんなスタイルがあって、まあ、それぞれに対してフォントのサイズと、フォントのウェイトが指定されているようなものになっています。次にボタンの例ですけれども、ここにあるようにロングボタンとショートボタン、スモールボタンというのは3種類の大きな、種類がありまして、ボタンのスタイルについては、ボーダー付きのものと塗りつぶしのものの2種類で、色に関しては青と緑と、まあ、赤っぽいもので、グレーは、ディセーブルの時の状態の表示になります。まあ、こういったコンポーネントをデザイナーさんはスケッチ上で定義していて、それを活用してデザインを行っていました。で実際にログイン画面の場合で見てみますと、この入力フォームも、コンポーネントになっていまして、この設定できる項目はテキストの色とかプレースホルダーのテキスト、またアンダーラインの色とかバックグラウンドの色が変えられるようになっていて、まあ、デザイナーさんは、まあ、ある入力フォームを作るときにコンポーネントを持ってきて、
横の、ところで、スタイルをカチカチっと変更して、まあ、新たなデザイン、新たなスタイルを当てて、UI を構築するということをやっています。まあ、ボタンも同じように、全体の色を変えられるので、まあ、今は青っぽいデザインですけども、あらかじめ定義していた色のスタイルに従って、まあ、色を緑とか赤とか変えるとか、そういったことがスケッチ上でできるようになっていて、まあ、これを見たときに、まあ、インターフェースビルダーでなんでこれができないんだってちょっとすごい悲しい気持ちに皆さんやっぱり僕も なっていまして、まあ、デザイナーさんはすごく綺麗に作業していて、まあ、ある UI をデザインするときに、再利用性コンポーネントを作ってある UI のパーツをどんどん再利用するような状態にして綺麗にすごい作業をしていました。で、先ほどの課題に関してもこれと同じようなアプローチで解決できるのではないかと考えています。考えました。で、スケッチのシンボルで定義してあるようなスタイルや UI のコンポーネントを利用して UI を作れば、まあ、デザイナーさんと同じような考え方で UI を作ることができるので、まあ、認識の齟齬を少なくして UI の開発を作ることができるのではないかと考えています。で、実際に、UI のコンポーネントの戦略になりますけれども、まあ、デザインシステムは、結構ある方針があんまりなくてある考え方みたいなものなんですけれども、最近だとアトミックデザインというような UI デザインのフレームワークがあると思います。まあ、このフレームワークにのっとって、まあ、コンポーネントを定義、このフレームワークもコンポーネントを定義してデザインを5つのステージですね、原子と分子、有機体、テンプレート、ページの5つのステージに分けて、まあ、原子と分子と有機体は、コンポーネントのレイヤーになっているんですけれども、まあ、下の原子のコンポーネントを使って分子という新たなコンポーネントを作って、で分子のコンポーネントを使って新たに有機体のコンポーネントを定義して、それをテンプレートという形で画面の定義として実用する。でページに関しては、実際のプロダクトの UI で動いているものになります。まあ、こういったアトミックデザインの考え方を使うと、まあ、デザイナーとエンジニア間で要素コンポーネントに関してどういったどのレベルのコンポーネントか、これはどういった役割があるのかといったことが認識合わせることができるようなものが特徴となっています。なのでこのアトミックデザインで、先ほどの弊社のデザインシステムの現状を整理してみますと、原子についてはボタンなどは定義されていたので、実際にデザインシステム上でシンボルとして既に定義されています。分子に関しても先ほどの入力フォームのようにラベルとテキストフィールドとかそういったものを使って新たにコンポーネントを定義しているので、シンボルですでにデザイン上では定義されているものになります。で有機体は未だになくて、まあ、テンプレートは画面のデザインが必要なので画面の定義として、存在しています。でここで考えたことは、有機体がないのがいいことなのか悪いことなのかということを考えました。で結論としては、有機体は、デザインシステム上にはなくてもいいかなというような結論に今回は落ち着きました。なぜかと言いますと、まあ、有機体は分子のコンポーネントを組み合わせて新たに作るようなコンポーネントになるんですけれども、特徴アトミックデザイン上の定義としては、ある画面の、ある画面独自のコンポーネントというふうな位置づけになっていると思います。そのためデザインシステム上では、特定の画面上のデザインをする上で有機体を作っていくと、まあ、再利用性があんまりないので、デザイナーさん的にはあんまり嬉しくないというふうな結論に落ち着いていて、エンジニア的には、まあ、ビューの責務の分割とかそういった問題があるかと思うので、ある程度の役割を持つようなビューになってきたらコンポーネント化して画面においても、別クラスとして定義するということはあると思いますが、まあ、それはエンジニアにとって嬉しいだけなので、デザインシステム上では今回はなくていいというような結論にしました。まあ、他にもデザイナーさんといろいろ相談しまして、最終的に今回決めたこととしては、原子と分子という2層で UI のコンポーネントは構成していく、またプロダクト運用の途中から導入するということもあって再利用されるものだけコンポーネント化していくという緩い導入条件にしています。またインビジョンとかゼッペリンでのデザイン共有の廃止をしました。これは画面のデザインを画面を構築する上で、まあ、色とかフォントとかそういったものを見るためのツールとしてインビジョン、ゼッペリンを廃止したというだけで、プ
プロトタイプとかそういった場合にはインビジョンが有力なので使うことにしています。で、廃止した理由はそこに書いているんですけれども、インビジョンとかゼッペリンだと、まあ、スケッチで定義したスタイルの情報とかシンボルの情報が欠落していて、まあ、そうなっていると実際にデザイナーさんが定義したスタイルが一体何が活用されて使われているのかとか、コンポーネントがどこでどれが使われているかとか、そういったことが失われているので、まあ、弊社においてはエンジニアもデザインスケッチのファイルを見て実際にデザインをすることにしました。次に実際にスタイルの実装について説明していきます。先ほど説明した通り、テキストのスタイルは12種類あって、それぞれ、デザイナーさんと認識合わせをすると、まあ、サイズは変わることはないということで、まあ、だけれどもウェイトは変更されることがあるということが分かりました。まあ、方針としては、まあ、enum でモラ的にいろんな手を定義できるような形にして、また enum にしたことでストーリーボードでスタイル指定するのはこの時点で諦めました。 IB インスペクタブルだと enum がサポート対象外なので、諦めていて、まあ、数値とかに置き換えればできないことはないんですけれども、ビルドで変な値が入った時とかの検知ができないので、まあ、そういったこともやめようということにしました。で、実際に定義内容を見てみると enum はこんな形で、まあ、各係数でテキストのスタイルを定義して、下にサイズという形で、まあ、各サイズを定義しています。で、これだけだとウェイトが表現できないので、で enum はアソシエイトバリューでデフォルト値が設定できないので、さらにラップするような関数、すいません間違えましたね、さらにラップする関数を使って、まあ、関数のデフォルト値という形でデフォルトの設定をするようにしています。まあ、この公開関数になっているんです、公開関数を返すんですけれども、この関数を、ビューに適用することで、まあ、ビューの、まあ、この場合だと UI ラベルになるんですけれども、 UI ラベルのデザインを、各パラメータに合った形に整形していく、スタイルを当てていくというようなものになります。実際にコードとしてはビフォーアフターこうなっていて、まあ、上だと UI フォント、システムフォントでフォントのサイズを直地で指定していて、まあ、ボールドとかそういったことを設定しているんですけれども、下のアフターだと実際にテキストスタイルで定義したタイトル1という名前に沿ってテキストのスタイルが当たっているようになって、まあ、コードレビューでもどんなスタイルが当たっているのか分かりやすいし、まあ、変な、テキストのサイズになることも、まあ、ないかなという形で、まあ、スタイルの当てやすい、まあ、当て間違いということが減るようになったかなと思います。続いてコンポーネントの実装でボタンについて説明します。でボタンは先ほど話した通り、ボーダー付きと塗りつぶしの2種類が大まかにあって、でこの要件についてデザイナーさんにいろいろ話し合った結果、ボタンのサイズが結構固定になっていて、まあ、ボタンのサイズが固定なので角丸の値ももちろん固定になっています。で他にもボーダーの太さやスタイル、文字のスタイル、リセーブ状態とかそういったものが固定になっています。まあ、そういうことだったので、まずボタンのスタイルを定義するためのボタンデコレーションというものを作って、まあ、それぞれの、イネーブルとディセーブルの状態で、まあ、スタイルが変わっていくので、イネーブルとディセーブルでボタンの状態を変えるような関数を定義しています。でボタンのスタイルの 下にあるように UI ラベルと同じような、公開関数を返す関数を定義して、まあ、この関数をボタンに適用すれば、先ほど挙げたボーダーや、塗りつぶしのボタンのスタイルに変わるというような形にしています。でこれを、カスタムボタンという、まあ、ボタンのベースクラスを作って、まあ、そのボタンのベースクラスに、プロパティとして先ほどのボタンデコレーションを持たせて、まあ、イブイネーブルとか、まあ、ボタンのイネーブルとディセーブルの状態で変わるようなものは、そのデコレーションのメソッドを実際に呼ぶようにしています。でこれだけだとボタンのサイズが変更できないので、さらにロングボタンっていうカスタムボタンを継承するクラスを作って、まあ、そこで、赤枠で囲っているようにそのボタンのサイズを、まあ、今回のデザイナーさんとの話ですと、各スクリーンのサイズに対してボタンのサイズは固定ということだったので、まあ、3.51 と41の場合はこういう値、それ以外はこういう値という形でボタンのサイズを定義しています。でこのままだと、ストーリーボードで設定を諦めているので動作の確認がしづらいので、プレイグラウンドで動作の確認をして、まあ、簡単にこういうスタイルが当たっているということを、まあ、デザイナーさんとかと
認識発生をしています。実際にビフォーアフターだと、この赤丸のところが実際に当初置いていたビューの数になっていて、まあ、ビフォーからアフターでまあだいぶ減って、まあ、UI の置く数が減っているので、オートレイアウトで設定する値とかも減っていて、だいぶ構築しやすくなったかなという感じがあります。すいません、まとめになります。デザイナーさんの作業プロセスを見て、まあ、エンジニアの作業改善につながったかなと思います。具体的なデザインシステム上のシンボルなどを定義して、まあ、それを使って UI 構築することで少しは開発効率を上げられたかなと思います。でストーリーボード上でのスタイル指定をやめてしまったので、まあ、実際の画面の雰囲気をつかむことは難しくなったんですけれども、コンポーネントのスタイルについては、プレイグラウンドで確認することで、少しは改善されているかなと思います。はい、発表の内容については以上になります。弊社ではエンジニアを募集しています。何かあれば、お声掛けください。ご清聴ありがとうございました。川田さん、ありがとうございました。それではご質問の方、挙手をお願いいたします。あちらの奥の。ありがとうございます。途中でインビジョンと、ゼプリンの、共有を使うのをやめたって話をされていたんですけれども、スケッチファイルの共有は何を使って行われてますか？はい、スケッチファイルの共有をどうやって行っているか、ファイルをそのままエンジニアに渡すのか、それとも、スケッチクラウドとかアブスクラフトみたいなツールを使ってやり取りしているのかって何かありますか？なるほど、そういった意味ですと、まあ、アブストラクトとかも検討したんですけれども、まあ、デザイナーさんの意見としては、まあ、アブストラクトを絶対経由しなきゃいけないということがちょっとやりづらいという話だったので、結局は 今は、Git のリポジトリを使って、まあ、変更したらそれにプッシュしてもらうという形で、まあ、スケッチファイルは共有しています。わかりました、ありがとうございます。他にご質問のある方、挙手をお願いいたします。いや、とても素晴らしいと思って同意することばかりでありがとうございました。で、一つだけ、途中最後の方で、最終的にロングボタンというところ、カスタムクラスを作るところまでやっていたと思うんですけど、そこまでいけるのであれば、でこの多分スライドにもあったと思って IB データになるのが指定されてるじゃないですか。でっていうのが多分活用できると思うんですよね、この時点で IB デザインはしておくと。で最後に、プレイグラウンドで確認するということもおっしゃっておられたので、結構多分デザインタイムに確認できる項目をやっぱり増やしたいんだろうなとは思うんですけど、IB デザイナブルを使ったら結構も、そこがもうちょっと自由度が上がるんじゃないかと思うんですけど、その辺はどんな感じなんでしょうか？はい、IB デザイナブルをより活用すれば、そういったストーリーボードとかでデザインが確認しやすくなる。そうですね。で、このロングボタンとかレベルまで来ていたら、はい、そこで全然活用できそうな気がしていて。はい。なるほど。ありがとうございます。そうですね。まあ、このロングボタンを定義しているんですけれども、ボタンのスタイルが、まあ、ボタンのデコレーションという形でプロパティに持たせているんですよね。まあ、現在ですと。なので、ボタンのスタイルを、動的に変更す、まあ、IB デザイナブル、まあ、IB インスペクタブルでもいいんですけど、で変更することがちょっとできないので、なのでボタンのスタイルをちゃんと表現できないんですよね。まあ、まあ、ボタンのクラスをさらに作ればできるんですけれども、そうするとストーリーボードで定義するボタンの数が増えて、まあ、それがまた、まあ、ビルドのエラーとかで検知できないので、ちょっと嫌だなってことで、今回はちょっとそこはやめています。あ、理解しました。ロングボタンのところで結構ボタンの流度はもう終わってるのかと思いますけど、これロングボタンでさらに色のバリエーションとかってのは結構あるということなんですね。そうですね、はい、ロングボタンというもので、そうですね、サイズまで規定していて、まあ、ボタンのデコレーションという形で、ボタンのスタイルの切り替えはできるんですけども、その切り替えがちょっとストーリーボードだとできない。わかりました。多分結構妥当だと思います。ありがとうございます。はい、他にご質問のある方、挙手をお願いいたします。ないようですので、これあ、すいません、ではお願いいたします。ありがとうございます。そこでちょっと
先ほどのところで関連して質問疑問に思ったんですが、ストーリーボードを使われる意義メリットが薄くなっている上でストーリーボードで、ビューを配置したりするっていうところは何どういった、観点を持ってやられているでしょうか。はい、わかりました。まあ、こういった形で、IB インスペクタブルとかで IB デナイアブルを、あまり活用しない形になっているにもかかわらずストーリーボードで使ってレイアウトを組んでいるのはなぜかということですね。はい、そうですね。それに関しては、まあまあ、チームのそうですね、まあ、チームの、まあ、スキルセットといいますか、まあ、チームで開発しているので、まあ、こういった形でストーリーボードにをどん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 乖離するような実装にはなっているんですけれども、やっぱりストーリーボードで簡単に静的なレイアウトは組みやすいですし、その上でオートレイアウトを組んで見ること、レイアウトの配置関係を見るのはすごく簡単で適しているので、そういった意味でストーリーボードはまだ活用しているという状態になっています。ありがとうございます。お時間になりましたので以上で Q&Aをさせていただきます。田畑さん、改めましてありがとうございました。